今日は白井泉さんとお食事に3人で行ってきます。今日は先輩とご飯ですね。先輩とご飯。今日ね、昨日ね電話して、うん、イワシを予約しちゃいましたよ。で、本当はレモンのイワシを食べたかったんだけど、ね、まあなんか三帝と一緒で月替わりでこうなんか変わっていくんだって。あ、そうなんですか。で今月はモカと、バニラって言ったかな。なんで2個ずつよろしくお願いします。平泉さんは俺食えねえよって言ってたから、限界作っちゃダメですよと。で今日ももしそうなったら、おいないと俺で、平泉さん限界作っちゃダメですよと。これスタンド。はい、ありがとうございます。あ、平泉さん家到着しました。あれ、あ、いたいたいた。あ、おはようございます。あ、どうだ。あ、こんにちは。おはようございます。はじめまして。本当いつも平泉さんお世話になって。なんか初めて会ってないよね。だいぶ人気者になってるじゃない。気をつけて。あ、すいません。あ、どうも。人気者ですね。芸能人気分だ。実は視聴者からちょっとプレゼントももらってまして、明日ちょっとお披露します。視聴者プレゼント。失礼します。足湯に、これから使っていきます。わ、幼稚園と、あ、これ本当だ本当だ、幼稚園と併設。マスクで、平泉さんの奥さんが落ちたの。あ、これか。ここで座って、あ、でここで座って俺が立ったらこう。なるほど。あ、それで落ちちゃったんですね。ここで、ここで座ってるからよ。ああ、これが奥さんが落ちた岩田椅子ってことですね。落ちた椅子。おいなり、平泉さんの奥さんが落ちちゃったんですよ。あ、はい、いやー。おっと。コースの再現再現やって、靴下落ちた。俺が、じゃあ行くぞーって言ったら、ああーって。ああ、確かに落ちますね、これは。ちょっとやばい。いやいや、あ、置いててくる。あっち。熱いっすねこれ。こっち側に置いててくるから、そっちがちょっと熱いんで。あっちあっち、これは熱いっすね、平泉さん。熱いぞ。これは熱いっす。あー、熱い、熱いっすね。これ何度だろう。あー、50度あるんですね。50。あのね、こっちの方から出てるんですよね。出てるから、こっち側に出てるよ。だから、どっちでも入れて。じゃあ、うちだけ止めとけ。あ、すいません。ありがとうございます。おや、これは俺が持たない。あ、ちょっと出た。どう？気持ちいい？怖えほら、熱いっすね。こっちぬるいね、あっち。何が熱い、これ。いやいや、これ俺のことだ。俺ら、早く入れよ。あっち、マジ入ってられねえ。熱い。熱いの？
あ、でもこっちもまだぬるい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 熱い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 、いやダメだ、自分のとこやってねえと熱いやこれ、自分どこやってねえと熱い、熱いマジで、じゃあ持ってやる持ってやる、あ、大丈夫、ここ下からマジ熱い、熱いですね、あこれね、ひでみさんの奥さんは落ちたらしい。あの、パンツまでし、ピンチだからね。負けてらんない。いや、これ。靴下乗ったかな、はい、あー乗ってる乗ってるめっちゃ靴下乗ってるね、あーいい感じいい感じ、マッカです、どうすか、いや最高です、足に靴下乗ってる、自分の足もちょっと取ってみようかな、はい、あーめっちゃ靴乗ってるちゃんとあのおっさんぽポーズ、足湯気持ちよかったですあ、アワビの里柿谷に着きました、寿司どころアワビの里って書いてあるねはい、アワビの踊りが楽しみですあとは、私はオンエアの食レポが楽しみです油断してたおおおすごいミラクルな起きてるねいい映画撮れてるいや、ていうかねあの、それは撮れなかったからあ、撮れなかったの今ジャンプ、アオビがジャンプしたところはちょっと取れなかったかもしれない楽しいだな、やってます、うにゅうにゅうにゅうに踊ってます、お稲荷に踊っちゃえいいよいいよ、いやちょっとテンション上がるなこれ上がるな、バカ上がっちゃうまそうだな、海鮮がどっさりいってますね、じゃあ宝石箱だねやべ言えなくなっちゃったな言われちゃった大きなテレビでいいね、大きな鮮度がやべえな、鮮度がいいですえぇ全然伝わってきませんよ、うん、あの高級な味がしますギータにまた書かれちゃうよすみません、皆さん全然成長してないっすねうるせえ、ほっとけおい醤油さっさとする声じゃんおー美味しかったです幸せでしたありがとうございますアワビの踊り食いって本当に名前に負けてなかったですお稲荷の踊りはじゃあこの後スイーツもあります、もうなくなると思って予約した用意しようと思うなっちゃうかもしれないって言われたんだ絶品スイーツイワシューかイワシューいやあれ美味しいもんな美味しいよねあカリッとしてなんか子グマがこう親にすがりつくようなこういう感じになってんだよんこっちが
わかるな。ああ、これが子グマか。ああ、わかります。はい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 。親の顔があって子グマがこう手をこうやって。なるほど。うん。ここがそう。ああ、なんか確かに確かに見えますね。ああ、子グマ本当すごいわかりますね。でしょ。で親がちょっとこうなってるんで。ああ、なるほど。うん。です。ありがとうございます。いや予約してよかったですね。予約してよかったね。いやまた来る。またレモンイワシを食べたかったんだけど。白イワ。予約ですか？予約ですか？あの、予約で、お菓子と、普通のイワシを、3個ずつ。はい。そうです、そうです。よう、冷蔵庫だ。え、何これ。あれ、今日あれ、プリン、あ、プリンねえんだ。商品、実は、カスタード。前回何食べたんでしたっけ？前回はプリンとノーマルのシュー。ラスチーズってこれ何丸丸一持って？チーズケーキなんですけれども、スフレタイプでしてとても柔らかいチーズケーキになります。この丸丸チーズ3人で食うか。これなかなか強敵じゃないですか？だって柔らかいって言ってるんですよ。本当ですか？あれ、おいでこれ食うんだろ？はい、もう全部食べましょう、全部。ちょっと今日はかっこよく見えますよ。あれさちゃんにアピールしちゃう。あ、レモン7月だ。そうだ、7月、そうだ、ツーリングで来た時にレモンだったんですよ。だそれで、いや食いてーってなって。あ、なるほど。こういうことか。あ、11、かぼちゃ、来月来てっていう、ね、あ、お兄さんすいません、あの、はい、サクサクカスパーも2つ追加でお願いします。はい。あ、これうまそうだな。あ、毎日変わるの？え、あ、だから 2022年となってるのか、そうじゃないか。うん、サンタブシボ、お姉さん、この白いやつ小さい方ですか？で、これ3つに切れる？なんかうまく6等分に。あ、6等分で、うん、お願いします。はい、もう食べちゃうから、これね、白いワシューとモカと、あとは丸々チーズケーキです。あ、さっきのバイカーいなくなっちゃったね。おいなり、バイカーいるところにうまいものあり。ここはどこだっけ？ここは三本杉です。三本杉でスイーツを食すると。あっち行けれるよ。あ、本当だ。あれ、なんか箱いかみたいな、なんか変なのあるね。変なの、なんかありますね。うわー、水きれいだな。あ、これが三本杉。これが三本杉。あ、はあ、はあ、なんかこのタコのオブジェすごいね。これイワシューここに並べて、これとこう、あー、そうっすね、コーヒーと一緒にコーヒーとイワシューを並べて、肌たちが出してよ、出してよ。おー、いいね、いいじゃない、おいなり。3本のコーヒーとイワシューを添えて。映える。またデートコース一つ作っちゃって。どれがどれか分かんねえな。これ並べるだけ、並べるだけ、3つの。いいね。こっからの方が3本入るのか。うわ、マジか、絶対冷てえだろうな、あれ。ここ
も入ってるよ。入ってますね。これ入ると思うんだけど。ああ、ちょっと先に飛んだらしい。はい。ああ。入ってる。いいね、いいね。ちょっと今1枚撮ってほしい。あーいいね、はいチーズ。あードリドリドリー、うん、ちょっとサクサク、うん、中クリームね。うん、美味しい。うん、サクサクがいいね。甘さ控えめっすね、うんうん。クリームがめっちゃ甘くないからいい。うん。甘いじゃん。あ、これこれ。お、すごい。わ、ふわふわだ。わ、ふわだ。わ。すいません、しっとりしっとりしてる、これめっちゃしっとりしてますね。でもすんげーしっとりしてるカフェあれ溶けてなくなる感じですか。うん、溶けてなくならないけど歯の力いらない。あ、うん、味あんまりないんじゃないこれ。チーズケーキですよね。時計がいい。あの、いや、美味しいです。あれ？サクサク。めっちゃめっちゃすげえ。ダメだ。か、髪元いっちゃうよ。それ分かんないよ。髪元いっちゃう。わかんねえよ。あ、本当だ。大事だよ。いや、緑が綺麗だ。あ、整理弁到着しました。ひとっ風呂浴びましょうかね。ひとっ風呂浴びて。これはすごいっすね。でかいっすね、めっちゃオスでかいよ、これ。これが毎年ポロポロ外れるってことですよね。ここからどうしよう、ここから。ここから落ちちゃう。すごいっすね。毎年ですよね。毎年あ、違うんですか。で、これがポロンと落ちてさ、これ両方欲しいんだから。ああ。でっけえなー、これ本当に。俺はちょっとあの隣でちゃんとおっさんポーズを。これね。かっこいいかも。清流園さっぱりです。緑が癒されました。すごいね、これ。あ、バッタじゃなくて何でしたっけ。コオロギ。これなんだ、コオロギ。なんか尻尾違うよね。クイーンとかってなってる、はい、この羽の下の。これね、バグズ手術受ける。はい、バグズ手術受ける。そうだ、火星人のやつですか。そう、それがまあまあ。とんでもない脚力を手に入れられるかもしれないよ。いやー、あの何ヶ月か前の冬の時とは全く景色が違うね。しかもギリギリまで車で来れるなんて最高じゃん。川のせせらぎもちゃんと聞こえて、てか肌寒いね。ちょっとひんやりですね。
あれ、ゴンでしたっけ、ここだよ。で、着いたってやって、ってやってたんだから。そうそう、だってこの電線あったもんな。そう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 、だってこれあったじゃん。あ、ありました、ありました。いや、じゃあ俺、登り着いたんだ。あるね。あー、久しぶりだ。あれじゃ、こういう登り来た。そうだ。いや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 、これで山口がちょっとノートに書いてる、うん、あ、なんか書いてるから、ノートある。はい、そのノート書いてるの。山口いつ来たんだろう。あーと、もう2週間くればいいじゃねえかな。8月ね。8月いつ、ちょっと近々しゃべってたな俺。あ、横浜から来ました、山口って書いてある。そうだ、また来ます。撮ってやろう。見して。おー、8月21。いや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 。で、おいなり、うちらが来たのはいつ。いや、それ前の奥なんですよね。だってこれさあ、じゃあ、あるんだ。分厚いから。2月20何日でした。右下の方ですよね、これか。じゃあな、あ、お稲荷マークあるじゃん。あります、あります。あったじゃん、山口気づかなかったのかな。新しいノートと、はい、ちゃんとお稲荷マークがあります。はい、なんだ、あるじゃん。2月26だね。ブレてんな。ダメだ、ブレちゃいますね。あ、明るさが足りないのかな。これでどう。あ、ほんと明るすぎますね。あ、明るすぎんのか。はい、だ、あ、こっちの方がいいんじゃない。あ、こう、そういうことか。こう、あ、ダメだ。あ、こっちの方がいい、ほらほら。ちょっと明るすぎんのこれ。ああ、溶かすね。おなじみますね、お稲荷マーク。俺から来たら分かる。ふと思ったんですけど、体も洗ったんで。大丈夫大丈夫、さっき清流園で洗ってるから。そうまたディレクターに怒られちゃうから。いや、これは贅沢だもん。気持ちよくな。いや、本当手作りでここまでやるのってすごい。すごいよね。はい、虫来ないように網張ってるもんね。そうですね。うん、こういうとこがいいよ。しかも表の成分でも、はい、石がもう石がさ変わってますもんね。これがもう成分で岩に表の成分ついてるから。すごいですよね。すごいよ、すごいやな。あ、もう温泉垂れ流したから永久的に入れんだな。はい、最後ちょっと二人で並んで。あ、すいません。あ、ポーズを。ありがとうございます。どうでしたか。いやー、期待を裏切らない温泉でした。そうですね。いいお湯でした。どうや。あ、映ってあれ。あ、ガーリックなの。これすごくないや、匂いが。すごいですね。めっちゃいい匂いだ。いい香りがします。ちょっと、まずはそのまま。そのままね。うん。あの、ニンニクの香りが広がって美味しいです。食欲そそられますか。そそられます。
昼間あれだけ食ったのにね。ほんまですね。全然動いてないのか。腹は減ると。これも切ってないね。こっち、俺もガーリック。それもガーリックか。これは何ですか。カレー、これ2種類のカレー。何カレーですか。だって俺ね、エビとね、エビとチキン、エビとチキン、そう、オーソドックス。いただきますか。あ、大丈夫。もうインドカレー絶品でした。大満足です。お腹がガーリックで、ガーリックでスペシャルだね。何も変わりで大満足。実を言うと私も同じもの。いや、今日はちょっとパンチありましたねこれ。実はお稲荷ことを鍛えてたつもりが自分も鍛えられていたという。まあ多分いっぱい汗かいてるからカロリーゼロで。戦いを終えた後の感想をちょっともらいます。いやー、ちょっとまた人として一つ成長できました。よかったね。成長の証しをちょっと見つけた。成長の証しが。すごかったな。いやー、ひろみさん本当ありがとうございました。こちらこそ。一日なんかずっとご視聴されっぱなしで、本当にありがとうございます。楽しい思いをしていただいてですね、満足です。めっちゃ良かったです。本当月も綺麗だ。いやー、明るいね。すいません、本当はあの一緒になんかご飯食べに行く予定だったので、最後まで一緒に近くしてました。あとはありがとうございました。すいません、本当にいろいろ助かりました。ひろみさんでお世話になっちゃって。はい、すいません、ありがとうございます。失礼します。どうでしたか一日。いや、もう幸せな一日だったでしたね。私も幸せでした。じゃあまた明日か明後日お会いしましょう。ありがとうございました。